これまたね、すごい図が出てきましたね。こうやって30年間を比較すると明らかなんですけども、なんで経済成長しているはずのこの国が、こういうふうにね、所得では後退してるんではなかろうかと言えるような数字が並ぶんですかね。まず平均年収は455万から410万は、まあ、すごい下がってますよね。まあ、これはですね、あの、やっぱりこう、チャンスの探せる人はいいんですよ。 うんでも、やっぱり二極化と言われるように、誰かがチャンスや富を独占して、その絞りかすをその他大勢で分けるから、まあこういうことになるんですよね。しかも平均年収って書いてるでしょ。年収のない人はこれに含まれませんからね。だから、ここに現れてない年収ゼロとかね、住民税非課税世帯と言われてるところもこれに入るかもしれませんけども、すでに平均年収にカウントされてない人もかなりいるんじゃないかなと思います。そして社会保険料。 ね、月3万円とかね、これが6万円に倍増してるわけですよ。そのくせ、社会保障は十分ではないという現実もあると。で、銀行金利はこれはもう文句言ってもしょうがないんですけども、でも下がっちゃって寂しいですよね。で、退職金ですけども、せっかく勤め上げても、1000万も減らされてるわけですよ。で、これにまた課税しようって話がね、記者のやつから出てきてるわけでしょ。で、意味のない税金、消費税。ただ、消費を鈍化させるだけの意味のない税金。 でこれを取り上げたところでこれ国が何かいいことに向かうわけでも何でもなくって、えー、まあこれをね中抜きするような、まあ、そういった中間団体がおいしい思いするだけというねまあディズニーランドも入場料を上げないとやっていけなくなっちゃうとこれは物価の高騰とかねやっぱディズニーランドの人気度っていうのもあるんでこれはまあ文句はないですタバコ税金の塊こっからぶんどってやれみたいな感じでね もう非常に高い金額になりました。確か私も大学生の頃200円前後でタバコっていのを買えたいような気がしますけども、今こんな金額なんですね、うん。これ全部仕組まれた貧困ですよ。仕組まれた貧困。これからもますます日本国民は痛めつけられると思います。これは一体。